ザス、エクソです。久しぶりに嬉しいことがあったので、それで、お話をしていければかなと思っております。で、何が嬉しいことがあったかと言いますと、じゃじゃん！昨日ですね、友達の結婚式行ってきて、帰ってきたら、宅配ボックスにこの荷物が届いておりました。で、何が届いたかと言いますとですね、去年の11月ぐらいから注文してたヘルメットがやっと届きましたので、それの開封動画、私が持ってるヘルメットのお話をさせていただければと思いますので、よろしくお願いします。Ladies and gentlemen.はい、じゃあ早速開けていきたいかなと思います。照英の、見てわかりますかね、 EX0 っていうやつのバサルトグレーの XL サイズです。おー、説明書が入ってて、ステッカーも入ってますね。これが本体ですが、じゃじゃじゃーん。おー、なんかやっぱ想像してたよりかっこいい気がする。一番最初私が注文したのがバイクブロスに注文したんですけども、発売日に一応注文かけて、なんか1月31日でバイクブロスのネットの方のお店辞めちゃうからっていうんで、向こうからのキャンセルに遭いました。またその後違うお店で注文かけて、昨日届いていたという商品になっております。色合いがやっぱかっこいいですよね。最近の照英の商品には必ずついてる EQRS イマージェンシークリックリリースシステムって言って、まあ事故とかで意識ない人がいた時とかに、まあここを引っ張れば取れて、で、より安全にヘルメットを脱がすことができるっていう機能がついてるっていうのは、まあ最近の照英の定番なのかなっていうのがあります。これがシールドですね。説明書に言うと CJ3 シールドってことになってますけども、単体だけで被っててもこれを下げることで、まあ、風圧とかを目に受けないっていうような仕組みになっております。私は結構メガネ使いなんで、これでも十分かなとかっていうふうに思ってるんですが、一応念のためにゴーグルも買っちゃいました。まあ今後ちょっと北海道とかに行くっていう前提で考えた時に、ここら辺は万全にしといた方がいいかなと思うんで、ちょっとこれはまた別なところで買ったんですが、スワンズの、ゴーグルですね。光ってんな。一応私メガネをかけるので、そのメガネに対応したゴーグルってことで MX797M ゴーグルがフレッシュオレンジミラーかけるグレイっていうことで、そのゴーグルも買ってます。こんな感じですね。なんか色合い的にどぎついなーっていう気もせんではないですが、ちょっと被ってみたいと思います。です、なんかいいですね。ちょっと声がもしかしたらこもってるかもしれないんですけども、こんな感じでメガネ対応型のゴーグルだけあって、そうですね、結構ゆとりあるし、なんかさっきのはめた状態からすると締め付け感があるかなとかと思ったけど、そんなんないんでいけんじゃないかな、いろんなところへって感じですね。このまま被ったままお話を進めさせていただきますと、今回ヘルメットをなんで欲しかったかなっていうのがですね、今まで使ってた私のメインのヘルメットなんですけども、あ、ちょっと変えちゃいまーん、よいしょと。このワイバーン2ってやつなんですけども、これを長年使っておりまして、ボロボロになってきたんですね。で、内装とかも経年劣化でスポンジとかがもうボロボロ崩れてくるみたいだったし、さすがにそう、ヘルメットとかってそんなに長く使っていいものではないっていうのは知ってるんですけども、やっぱりどうしてもこう外観が焦げたりしてないんで傷ついてないから長く使ってました。で、まあこの EX0 が来たからには、ちょっとこれの子はこのワイバーンはお蔵入りになるかなと思うんですけど、まあもう少しぐらいなんかで使いたいかな、少し、そうですね、使っていければかなと思っております。私もう2個ほど持ってまして、そのうちの1個がこれですね。これも照英の VFX の DT っていうやつで、全趣味半端さんが持ってるのと同じこれを持ってます。バイクに乗るために買ったんではなくて、スノースクートって雪山で滑るような、自転車のフレームにボードの板がついてるような
遊び道具があるんですけども、それ用で持ってるものです。まあ、これはまたちょっと後日、まあ、いろいろちょっと やりたいことを計画してるんで、それを、の時に動画をまた詳しく上げたいかなと思います。もう一個、これに関して言えば、もうそれ原チャリに乗る時に昔使ってたやつで、ほぼ使ってなかったヘルメットです。ペコペコじゃないけども、そんなにいいものじゃないですけど、これも一応持ってます。今後、そうですね、この EX0 の方がメインになってくるんですけども、やっぱりメインになるからにはちょっと印をつけたいかなと思いますので、全趣味反発ステッカーをちょっと貼っていきたいかなと思います。で、全趣味反発ステッカーをバイク以外に貼ってなかったんですね。まず、この EX0 に貼りたいと思います。これが一番シンプルなやつなんで、これはね、こんな感じかなと思います。どうですかね？こんな感じでちょっと貼ってみましたが、やっぱヘルメットとか救命に貼るのってなかなか難しいんで、まっすぐしたところを探すような感じになるんですけども、とりあえず一箇所貼っといてみましょうかって感じですね。せっかくなんで、他のヘルメットにも少し貼ってみたいかなと思います。なんか長えな。ちょっとなんか俺のセンスがないのかもしれないですけど、こんなんでいいのかな。まあいいか。せっかくなんでこっちはちょっとここに貼ってみましょうか。こんな感じで貼ってみました。これも主張をしてあげたいと思いますので、あ、結構球面でもうまく貼れたかも。こんな感じに貼ってます。ステッカー無駄遣い動画みたいな感じになっちゃってるんですけど、もう一枚これもいっちゃおうかな。これはなかなか貼れるのと場所がちょっと限られてるんで、よし、完成。はい、本日の動画はいかがだったでしょうか。ただ単にヘルメットが新しいのが来てウキウキしながらステッカーを貼るっていう動画になっちゃったんですけども、4ヶ月待ちのヘルメット、珍しい、そんなに待ったことってここ最近なかったので、すごいやっぱり届いて嬉しかったし、ステッカーまで貼ってみましたが、この子たちとツーリングなりどこなりっていうのをやっていければと思いますので、ぜひ今後ともよろしくお願いします。見かけたりしたら声かけていただければと思いますので、よろしくお願いします。全趣味ハンパさん、ツイッターの方やってますし、このチャンネル登録が終わってない方もいらっしゃると思いますので、登録をよろしくお願いします。商品が届いて嬉しいっていう動画でした。どうもありがとうございます。ザッシャー。